高感度地震観測網は日本各地、地域ごとの地震の特徴を詳しく把握するために約 20km 間隔で設置された無人で微弱な揺れの感知が可能な24時間稼働の高感度地震計による地震観測網である。防災科学技術研究所によって1995年から整備され1996年に観測が開始された。 ハイネットは2011年時点では日本全国に約800カ所の観測点が配置されており世界的にも比類がない規模である観測データは常時中央局に送られ気象庁による緊急地震速報や地震発生後の震源決定地震調査委員会による地震活動の現状を把握高精度即時震源パラメータ解析システムなど様々に利用されている また、観測データや解析されたデータはインターネットで公開されており、無料で利用することができる。地震による災害の軽減に資する地震調査研究の推進地震現象の解明及びそれに基づく地震の発生予測地震動の解明とそれに基づく地震動の予測等次の方針に基づき整備が行われている最中である。日本全国に 約 20km メッシュを基本として観測点を配置する。気象庁や国立大学等による既存の地震観測点の近傍は避け、観測体制の空白地域から優先的に配置する。蒸気の配置を終えた後、既存点の観測能力等を見直し、必要な更新等を行う。また、必要な離島への観測点配置を行う。当該システムは、 1978年から1983年に50カ所の観測施設を整備した東海地震の前兆現象の観測を目的とする観測網をモデルとして構築が行われた。上山田高感度地震観測施設白馬上白、高感度地震観測施設地震系のほか、観測データの伝送設備、傾斜系、GPS 変異系が合わせて設置される。 高感度の観測を継続させるため、観測点の設置地点の選定には、地質、地形条件、社会、環境条件いくつかの制約があり、原則として軟弱な地盤や断層破砕帯付近は避け、巨大振動源、高圧送電線、高速道路、幹線道路、鉄道、急流と一定の距離を置くことが要求され、なるべく人里を離れた岩盤で堅牢な場所が、 選定される。しかし、現実的には、建設コスト、地質、地形条件、社会、環境条件を複合し考慮した立地検討を行った結果として、電源と観測データの伝送回線が確保でき地中、掘削建設用重機が侵入可能で、長期にわたり安定した観測を継続するための地点となる。したがって、私有地よりは、学校、公有地、 地域自治会保有地などが多く選定されている。また、候補地周辺に適切な立地条件の土地が見つからない場合は、施設は建設されない。関東平野から東海地方にかけての地域には、当該観測網が整備される以前から、関東、東海近く活動観測網が稼働し、観測が行われていたが、2002年度以降、順次統合作業が行われ、 2003年7月1日までに高感度地震観測網に統合された。糸井川静岡構造線断層帯域には2005年度より糸井川静岡構造線断層帯における重点的調査研究受託事業などにより気象庁の観測施設が移管されたほか観測点が集中的に配置されている。阪神・淡路大震災を引き起こした兵庫県南部地震の 予測及び発生メカニズムを解明するために十分な基礎データの蓄積がなかったことを教訓とし、1995年6月16日地震に関する調査研究を推進するための法律、地震防災対策特別措置法が制定され、地震に関する基盤的調査観測計画の一環として整備が始まった。ハイネットが整備される以前は、 東海地震の前兆現象の観測を目的とした観測網などが、気象庁、大学、防災科学技術研究所などにより各々の目的に合わせ独自に整備され運用されていた。そのため、観測網がカバーする地域は特定の地域に変調し、地震動の観測能力や配置はまちまちであった。したがって、能力を揃え一定の密度で均質な観測をする。 性能が必要とされた。海ネットの熊野観測点東北地方太平洋沖地震の際は宮城県、福島県、茨城県の観測点を中心に本震の直後からの停電やデータ伝送経路のトラブルによりつくば市のサーバーに観測データが送信できない状態が続いた。また別施設の予備サーバーがなかったことと唯一のサーバーを 設置していたつくば市で長時間の停電が続いたため、即時のデータ提供が行えなかった。このトラブルを踏まえたい障害性向上のため、2012年3月に兵庫県三木市に予備サーバーを設置するとともに、観測点停電時の稼働時間を72時間に延長する回収が順次行われた。夏季の観測施設において結束が生じた。ありがとうございます。